皆さん、こんにちは。それではこれから筑波大学理工学数学類2024年度の計算機数学1の授業を始めます。まずこの授業で使う資料です。この授業では酒井光先生によります計算機数学1講義ノートを使います。それから授業のサポートページは私のホームページの中に設けますので、適宜ご利用ください。次にこの授業の内容です。計算機数学といってもですね、こういろいろな分野の数学を扱うわけですけれども、この授業における計算機数学は計算機上で主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を扱います。で、この授業で学ぶその計算機数学の特徴を述べます。まず特徴の一つ目は代数的というものです。すなわち、主にその加減乗除や、それから代数的な性質に基づく計算を取り扱います。二つ目の特徴は構成的というものです。これは単にそのある対象が計算可能であるという性質のみならず、その対象をですね、具体的に計算する手順、すなわちアルゴリズムを取り扱います。で、3つ目の特徴は実際的であるというものです。で、これはその理論の正しさに加えて効率も重視するというものです。まあ、例えば同じ計算をするアルゴリズムで同じ問題を解くのに、まあ、1日かかるアルゴリズムと1時間で計算が終わるアルゴリズム、どっちを使いますかって皆さん言われたらどっちを取りますか。多分ほとんどの人は1時間で計算が済むアルゴリズムの方を取ると思います。まあ、なぜかというと、まあ、同じ結果を出す計算だったら、まあ、計算、早い計算がですね、結果が早く得られた方がいいというのが、まあ、多分、ほとんどの人が考えることだと思うんですね。で、まあ、そういう意味で理論の正しさに加えて効率も重視するということ。それから、もう一つですけれども、実際に計算機上で動作させることを念頭に置いた考察も行います。これはどういうことかというと、その同じ計算をする、まあ、例えば何か暗号を解くようなプログラムでですね、をこう鍵に、まあ、なんだ、USB メモリー、ああいう小さいメモリーカードに入れて持って歩くことにしましょう。ああいう小さいメモリーカードですと、その記憶容量も限られますから、だから同じ動作を行うプログラムでも、こうより小さいプログラムの方が、まあ、ちゃんとカードに収まって持って歩けるという場合もあるわけですね。まあ、そういう意味で、そのいろいろな条件に応じて、その、まあ、実際に計算機上で動くかどうかっていうのが異なってくるわけですけれども、まあ、そういう観点から、その実際に計算機上で動かすということも念頭に置いて考察を行います。以上が、まあ、この授業で取り扱う、まあ、計算機数学の主な内容を紹介です。で、まずこの授業のその準備の準備ということでですね、テキストにいくつか項目がありまして、例えばテキストの4ページから6ページにはそのこの授業で使う記法などが書かれておりますので、これは皆さん各自で確認しておいてください。それからテキストの7ページにはこのテキストで扱われるアルゴリズムの書き方に関する説明が載っています。ただし、このアルゴリズムの記法については、この授業の後の方で、実際にアルゴリズムを取り扱うときに、もう少し細かく説明したいと思います。さて、今回の授業の内容ですけれども、今回はテキストですと8ページから進めます。主な内容は、まずコンピューターの基本構成、次にコンピューターの内部の紹介、そしてコンピューターのメモリに関する説明をしたいと思います。それではコンピューターの基本構成に関する説明を始めたいと思います。テキストを持っている人は8ページの方をご覧ください。まず、計算機を構成する主な装置というのを紹介しておきます。まあ、ここでいう計算機っていうのは非常に抽象的な概念でして、
大体私たちが今使っているほとんど全ての情報機器というのはここでいう計算機に該当します。まあ、例えばパソコンはもちろんですけれども、まあ、携帯電話ですとか、それからゲーム機といったものもここでいう計算機に該当すると。そういう意味でここで計算機というのは非常に抽象的なものであることに注意してください。で、計算機を構成する主な装置として、まず一つ目に挙げられるのが中央処理装置と呼ばれるものです。英語ですと、セントラルプロセッシングユニット、頭文字で CPU というふうに言います。で、これはですね、もう少し細かく分けると、演算装置と制御装置という2つに分かれています。で、演算装置は何をやるかというと、数値演算ですね、数値の加減乗除や論理演算、まあ、皆さん、集合論なんかで習った人は、まあ、かつとかまたはとか、そういう論理演算ですね、を行うものです。で、それから制御装置というのは、計算機全体の動作を制御する部分です。で、まあ、この計算機と呼ばれる装置はですね、この演算装置に呼ばれる演算ができることが全てなんですね、原理的には。ですので、あらかじめその与えられた形の型の数に対する加減乗除と、その数に対する論理演算しかできないんです。今、AI なんかがかなり技術、AI 技術なんかがかなり進歩してですね、あたかも人間の質問にこう答えて数学の問題を解いてくれるような AI なんかがこう出てきていて、皆さんも使って当たったとか外れたとか言ってる人もいるかもしれませんけれども、で、ああいうことをやってる作業、ああいうことをやっているように見えてる作業っていうのは、実は本質的にはもう数の演算しかやってないんですね。数の演算を組み合わせることで、ああいう処理が全部できるようになっています。で、それは何でできるかっていうと、そのいろいろな情報をですね、符号化といって、数に置き換えることなんですね。で、まあ、数学を習っていますと、まあ、写像って概念を習ったと思うんですけれども、結局のところ、ああいう複雑な言語の処理なんていうのも、全部そういった言語の要素をですね、こう数に最終的には移して、で、その世界でこういろいろな計算機上で演算を行うと。で、その結果を元の、その我々が理解する言語のような文字列といったものに直して返すと。まあ、そういうことを繰り返しているわけです。はい。ですので、計算機って多分案外皆さん思っているほど頭良くないと思うんですね。数の演算しかできないですからね。はい。だから、そんなに恐れる必要はないと思います。はい、で、次に、の機器はですね、主記憶装置、メモリーと呼ばれるものです。で、これは当然ですけれども、いろいろな計算や処理を行っている途中結果を、まあ、保持したりするわけですね。まあ、私たち人間の脳にあたる記憶と、まあ、同じような役割を担っております。で、まあ、今述べた主記憶装置とですね、それからもう一つ、この次に述べる外部記憶装置という、まあ、2種類の記憶装置がありまして、で、この主記憶装置の方は、記憶や読み出しの速さは比較的速いです。で、しかしながら、電源を切ると、その内容が消えるというものが多いです。で、3つ目の装置ですね、これが外部記憶装置と呼ばれるもので、で、これは主記憶装置は、昔のコンピューターですと、その主記憶装置の内容が電源を切ると消えてしまいますから、まあ、それを電源を切っても後から使えるようにあらかじめこちらの外部記憶装置の方にこう書き込んでおくということをやっておりました。まあ、記憶や読み出しの速さは先ほどの主記憶装置に比べると遅いんですけれども、まあ、電源を切っても内容は消えないという利点があります。で、まあ、昔ですとフロッピーディスクですとか光磁気ディスクといったような装置が用いられておりました。まあ、僕の記憶では大体15年ぐらい前までは普通に用いていたんですけれども、まあ、現在は皆さんご承知のように USB メモリーですとか、あと、メモリーカードですね、各種のメモリーカードが、よく使っていると思いますが、これは外部記憶装置の代表例です。それから、次の装置が入力装置ですね。これは外部から何らかのデータを入力する装置でして、まあ、例えば、キーボード、私たちが使っているキーボードやマウスというのは、私たちがキーボードを叩くことによって、文字情報の入力を受け付ける。それからマウスによって、ディスプレイ上の位置を指し示すといった情報の
入力しているということになります。次に、出力装置というのがありまして、これは外部への何らかのデータを出力する装置です。例えば、そのモニターですね。モニターっていうのは、パソコンや携帯電話の画面ですけれども、これで、コンピューターから人間に対して文字や画像の情報を出力しているということになります。あとは、プリンターなんていうのもありまして、プリンターからは、その紙にですね、その文字や画像の情報を出力するというようなことが行われております。これ以外にも入力装置や出力装置というのは、いろいろ考えてみると、いろいろあるかと思います。ここまで、計算機を構成する主な装置の紹介でした。よろしいでしょうか。はい。それでは、ここからはですね、コンピューターの、内部の紹介をしたいと思います。今日はですね、こちらの方に、コンピューター実際に持ってきましたので、そのコンピューターのケースを開けてですね、その先ほど、今紹介しました CPU ですとかメモリーですとか、外部記憶装置といったものをちょっと紹介していきたいと思います。